今日は待ちに待ったコラボ企画でちょっと僕頑張ろうと思ったんですけど、まあ、ちょっと自分の中ではカラオケ放送はすごい盛り上がるかなって、まあ、例えばバトルとかやったら、まあ、和藤さん頑張れ頑張れみたいな感じでそっちで盛り上がって、で僕の枠も、まあ、僕の数少ない X リスナーと、まあ、和藤さんからちょっと流れて2窓とかでも、まあ、それで20人30人ぐらいは普通に行くかなと思ったんですけど、なんで行くと思った？お前何年やってんの？今5年ですかね。いや、企画はグダグダだし、はい、人の機材で配信は2回も3回も止めるし、あ、はい、すみません、ねえ、はい、自分の配信で枠開けません、うん、Wi-Fi が届きませんって、はい、まあ、舐めてんでしょ。そうですね、すみません、はい、お前が配信で頑張って配信でやってきてからっつって力貸そうと思ってたのに何なの今日は本当。はい、これ見てる人も納得いかないでしょ。こんなの、いや、はいじゃなくて言い訳ばっかりだし、そう、最初からお前配信舐めてんのかよ。はい、舐めてない。舐めてるだろ。最初カラオケ入ってきて僕歌って和藤さん歌ってまあ2曲ぐらいの言い訳が多いんだって。閲覧170あって、はい、お前17とかになってんだよお前、はい、悔しくないの？ちょっと悔しいですね。いや本気で言ってんだよ、はい、お前アクティブ最高どれくらいあったよマックスで？まあ200、いや300、300とかあって、お前、アクティブ今ゼロじゃねえかよ。はい、ずっと見てるけど、ふわっちで。はい、喋ってねえじゃねえかよ。何なんだよ。はい、どういうこと？まぁ、ちょっと全然やってなくて。いや、そんな言い訳聞きたくねえから。そうですね、ちょっと、まぁ、やっぱり、あれですか、ちょっと調子が悪くて。はぁ、お前配信何年やってんだよ。昔から結構やってます。ちょっと調子悪くて、どうしたんですか最近？ふざけんなよ本当、はい、スマホいじってるしよ。あ、はい、すみません。バカかよ本当、やる気ねえのかよ。ああ、あります。ちょっとでも、もう本当配信何年やってんだよお前は。5年ですね。どういうことだよ。いや、まあでも、ちょっと僕思うんですけど。うるせえよ！結果が全てなんだよ。はい。配信では。はい。結果が全てなんだよ。はい。どうすんのこれ。まあ、最初ちょっと、話聞きたくて。は？最初の閲覧どんぐらいだったんですか？最初っていうか、その170だよ。僕がカラオケ一緒に入った段階でどんぐらいだったんですか？170だよ。170です。なんか、個人的に思うのが、和藤さんがもう点数気にしないって言い出した頃からもうどんどんアクティブ下がってるんで、最初の趣旨は。人のせいか、お前。いや、せいにはしてないですけど、なんか、なんていうんですかね、まあ、雰囲気。お前、配信何年やってんだよ！5年。5年か。はい。なんだよ。いや、ちょっとそれで、いやでも、僕も雰囲気が、っていうか、まあ、もともとの趣旨はカラオケバトルじゃないですか。その趣旨っていうのが全部崩れたから、っていうのもあると思う。人のせいか。人のせいじゃないです。ただ、僕が。人のせいか、おい。いや、僕が9点。だから俺が、破砕点やめようよ、気にしねえでやろうよ、つったから数ったっつってんのかよ。9点。お前、配信何年やってんだよ。でもやっぱり僕も悪いですけど、そういうことだったじゃないですか、最初は勝負みたいな。だからそれでグダグダになってっから切り替えてこうとしてんじゃねえの？和藤さんをみんな応援しにこれ来てるけど、和藤さんがもう勝負、試合破棄みたいな構図になって、もうなんかみんなちょっと呆れて帰ったっていうのもあると思うんですけどね。お前反省してねえの？いや、してます、してます。
何人のせいにしてんの、だから伸びないんじゃないの。あー、はい、え、まあ、確かにそうです。だから伸びないんじゃないの。いや、どうすんのこれ、どうすんのこれ、本当にこれ放送事故だよこれ、はい、はっきり言って、はい、マジでお前お前さ、はい、人の配信でさ、はい、コラボで誘った例なんかお前聞いたことねえよ俺。僕の歌が結構うるせえよ、うまかったから。お前ほんとふざけんなよお前この野郎、お前舐めてんだろ、はい、本気で言ってんの、はい、お前この野郎、はい、お前配信遊びでやってると思ってんの。いや遊びじゃないです全然、あの本当今日は。お前マジで、お前マジで喧嘩売ってんのかお前。売ってないです。なあお前配信何年やってんだよ。あ、まあ 5年です。5年か。はい。いや、ほとんどお前説教しないよ、お前。ふざけんなよ、お前。すいません。お前配信で食ってきてんじゃねえのかよ。はい。悔しくねえのかよ、お前。悔しいです。おい。はい。何年やってんだよ、マジで。ちょっとそれ何回聞くんですかそれ。ふざけんなよ。これな、お前ふざけてんだろお前、はい、本当に。ちょっとそれ結構聞きすぎ。うるせえよお前。なんだね、はい、お前。はい。人の枠に出てよ。はい。お前コラボで誘った例なんて俺聞いたことねえぞ俺今まで。はい。ふざけてんだろマジで。ふざけてないです。ふざけてんだろ。ふざけてないです。じゃもう。おい。いや、ふざけてないですよ、だからもう。何お前、逆切れ過去のやろ。いや、僕、でも。お前、配信何年やってんだよ。いや。いや、5年って言ったらさっきから言ってる。うるせえよ、なんだその言い方。5年、やっぱ5年って僕も、僕あの、結構言ってるんで、ちょっと理解してください。5年ですね。もう、ちょっともう、これは、あれですね、もう、聞かないでほしいですよ。5年って言ったんだよ。実際その、もう、知ってますよ、ね。まあまあ、ちょ、ここ、画面見えない。バカにしてんだろ、ほんと。いや、してないです、してないです。バカにしてんだろ、配信者。いや、してないです。まあでも、そうですね。ちょっと、今日は、調子が、いや、これ、マジで、俺は本気で、いや、お前が本気でやっていきたいって言ったから、はい、いや、ぶっちゃけた話、別にアクティブとかもないけど、はい、アクティブとかお前持ってないよ、確かに今。だけど、お前が面白かった頃の俺配信知ってるし、お前悔しくねえの、今の自分。お前舐めてんの相対で。何なのさっきから、はい。人のせいにばっかりして。はい、お前何なのその態度さっきからくね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 。演技ですかって言われてるよ。舐めた態度取ってるからそういう風に怒られるんだよ。我慢できないわ。人の配信2回もクラッシュさせて。お前が配信で頑張りてえって言うからさ、こっちは応援してんのによ。いや、お前それがさ、人の話聞く態度なの。あ、すいません。目見て話せよ。目見て。はい、いや配信そんな甘くないから、はい、配信そんな甘くねえから、くね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 よ、言い訳がましくてよ、何年やってんだよ。5年やってます。5年やってこれかよ、はい、いや配信何年やってんだよ。5年やってます。聞こえねえよ。5年やってます。
おい、5年って言ったらお前、5年ってどういうことか分かるか。そうじゃ、あの、オリンピック。5年でお前、てめえ。あ、いや、あの、オリンピック。あ、この野郎、なんだオリンピックだと、なんだてめえ、この野郎。何がオリンピックだ、この野郎。どうなりたかったんだよ、本当は。本当は今日の企画どうしたかったんだよ。ちょっと、そうですね。みんなで、あの、二人で盛り上げて協力してっていう。まあ、おい、先生、聞こえねえよ。みんなで盛り上げて協力して。聞こえねえよ。みんなで、ああ。二人で盛り上げて。聞こえねえよ。いや、そうですね。やっぱ、ちょっとリスナー。聞こえねえよ。いや、もっと声出せよ。聞こえねえ。しゃべってるじゃないですか。喋ってるじゃないですか、さっきからもちょっと僕。いや、ちょっと喋ってるのに。うるせえよ。え、これ聞こえねえ。うるせえよ。これ聞こえねえって何ですか、もうほんと。え、待って。これだからダメですよね。うるせえよ、お前、この野郎。で、ワードオリスナーこれ聞こえねえ。うるせえよ、俺のリスナーに絡んでた。俺と話してんだろ、今。いや、おかしい。うるせえよ。話せよ。うるせえよ。ちょっとこれ。うるせえ、バカ。いや、もうこれ、もうちょっと待ってください。これ、和道さん、これ話し合う気あるんですか、これさっきか。もう俺が喋ったら、もうなんかちょっと、もうなんかこう、うわーって言って。お前それだよお前、おい、こっち向けやこの野郎。はい、失礼な。お前やる気あんのかよ。何年やってんだよ。何年やってんだよ。いや、もうそれからやってくれたもん。なんだよ、弱音かよ。お前配信で食ってきたんじゃねえのかよ。分かってますよ、本当。だから俺も5年お前のダメなところはそうやって言い訳ばっかりしてるところなんじゃないの。はい、何年目だよ。聞こえない。何年目だよ。5年目です。聞こえない。もっと聞きたい。5年目です。うん。もっと声張ってこ。いいじゃん。今の良かったよ。何年目？ 5 年目です。いいじゃん。何年目？ 5 年目です。何年目だ ？5 年目です。いいじゃん。いいよ。何年目？ 5 年目です。うん。いいよ。何年目？ 5 年目です。うん。だんだん良くなってきたよ。だんだん、はい、そこっち向けよ、はい、人と話すときはやっぱ人と話すときはやっぱり人の目を見ること大事だと思う、はい、で、お前は最近全然声腫れてなかった、はい、何年目？5年目です。うん、いいよ、すごくいいよ、すごく目もギラギラしてきたし、はい、やっぱ、うん、お前腐ってなんかいない、はい、うん、何年目だっけ？5年目です。うん、うん、うん、5年目のオーラ出てきたよ。うん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 。やっぱリスナーさんに伝わってると思う、今。うん。もっと、その5年のキャリアを、はい。もう正直今日の配信みんな、ああ、2年目か、みたいになってたよ。はい。わかる？あ、わかります。ああ、もうこいつ2年目だわ、みたいになってた。はい、何年目だよ !5 年目です。うん。うん。今5年のオーラ出てるよ。はい、うん、うん、なんでそれ出さなかったの今日。すいません、ちょっと、うん、実力不足で。違うだろ、はい、何年目だよ。5年目です。うん、なんでそれでできなかったの最初から。5年目です。なめてんのかお前、はい、もうおちょくってんのか、お前。なんか
その結構なんだよそれお前この野郎。はい。いやあの結構そういうのが聞きたいのかなって思って、うん、5年目のオーラがっていう。うるせえよ。出てねえよ今。今2ヶ月目だよそれ。はい。なんだその喋り、はい。何年目だお前。5年目です。違うな。3年目だったな。今のは3年目だったな。引退しよう。もう5年目のキャリアをそうやって出していけないんだったら、もうやめよう、ほんと。そんな、もうみんなもういいってなってるから。はい。ね。そんな、そんな配信甘くねえから。はい。うん。うん。うん。ふわっちでちょっとお小遣い稼ごっかなって思ったんだろ。いや、違います。ふわっちでちょっとリスナーから小遣いになればいいなぐらいだったんだろ。いや、違います。何年目だよ、さ。5年目です。ほら、2年半目になっちゃったさ。どうしたらいや、お前が本気じゃないからだよ。じゃあ、どういや、本気でやれよ。はい。本気でやったら伝わるだろ。はい。そこ立て。はい。そこ立て。なんだお前。はい。気持ち悪い。馬面で。そわそわするな。はい。本気でやってみろよ。はい。何年目だ ?5 年目です。いいな。いいよ。はい。うん。何年目 ?5 年目です。うん。例えば、常に配信者っていうのは試されてるわけだ。はい。うん。常にオーディションだから、はい、配信者は。はい。だから、ね、テレビ番組のオーディションとか、舞台のオーディション。はい。その時に、ね、プロデューサーだよ、俺は。うん。はい、君何年目 ?5 年目です。うん。全然違うよね。やっぱ。うん。はい、いや、合格だよ。合格。うん、合格だよ。はい、何年目君。5年目です。うん。なんでそれを最初からやんないの。すいません。うん。最初からそれやってたら合格だったんだよ。はい。うん。お前2ヶ月目だったから今日の配信。はい。うん。じゃあ外でもっと練習しようか。じゃあ。はい。うん。ちょっと本番、やっぱ配信者っていうのは外配信もあるから、ね、やっぱり。こうやって内輪のノリは一番嫌われるから、リスナーさんに。うん。ちょっと、お前が何年目なのかちょっと試すわ、外で。うん。ね、そうだよね、リスナーさんね。こんなのね、全然だよね。うん。こんな部屋の中で。うん。ね。うん。こんなん全然ですよ。こんなん2年目ですよ。説教だこれ。いや外出ろってみんな言ってるわ。シュウメイさんいらっしゃい。じゃあ今日の いや
3万でいいよ。3万。とりあえず会計行こう。考えられないな、こんな。何年目？5年目です！うるさい。あの、そういうところが一番良くないところだから、はい、う人に迷惑かかるから、そういうの良くないよ、はい、こういうね、こういう風に何でもかんでも大きい声出したら面白くなると思ったら大間違いだから、はい、なんで今大きい声出したの？ちょっとあの、カラオケルールで、うん、その、5年目ですって、その、結構やってたんで。いや、だから KY って言われる。はい。だから KY って言われる。はい、何年やってんの？ 5 年目です。は？何年やってんの？ 5 年目です！とりあえず、はい、どうすんの？家どっちの方なの？家は、うん、あの下の世田谷区の方です。世田谷だと、はい、路線は新宿の方行くの？そうです、うん、何年目？ああごめんなさい、あの新宿じゃない。何年目？5年目です！あの新宿じゃなくて渋谷の方ですね。渋谷の方？はい。もう渋谷だよ、だって。一回その渋谷まで行って、その後東急線で下まで東急線、はいはい、渋谷まで行くの？渋谷まで行って、うん、あのここからその東急線で、うん、あ、ありがとうございます、すいません、あ、すいません、ありがとうございます、うん、何年目？5年目です！だんだんそう、なんかだんだんお前らしくなってきたよ、はい、すげえ、うん、どうしようか、じゃあどうしよう。そうですね。ちょっと待って、なんで泣きそうなの？いや、なんでちょっと泣きそう？もう大丈夫です。大丈夫。さっきはちょっと、いいね、さっきはちょっと、まあ、怒られてあれだったんですけど。ちょっと歩こうか、とりあえず。はい、うん、だんだんやっぱ、はい、配信者はやっぱ5年のキャリアみたいな、5年のキャリアみたいになってきたよね。はい、タバコ吸えるところちょっと行こう。そうですね。この配そのなんかコンビニの前とかありますかね。コンビニの前、はい、コンビニの前行こうか。なんかどこら辺にあるか分かりますか。分かんない。分かんないですよ。
はい、この辺歩いてたらあると思う、はい、喫煙所、はい、やっぱみんな見る目変わってきてるな、やっぱ5年目ちげえわってみんな言ってるわ。ああ、ありがとうございます。ちょっと嬉しいですね、さっきよりは。目がもう、はい、目がもう 5年目感が出てる、はい、もうやべえわ、はい、キャリアが出てるよ、キャリアが、はい、3年目には出せないキャリアが出てきてるよ、はい、まあやっぱ最初からやっぱ5年目間出していったら、はい、今日の結果全然違うことになってたと思う俺は、はい、うん、5年目間がすごいな今日は。いや、みんなに認められるってもらえるんだったら、うん、本当過疎からの脱却だからもう見る目変わってるから本当、はい、うん、やっぱオーラまとっていかないとやっぱ、はい、うんうん、はい、やっぱまだまだやっぱキャリア積んでいかないと、はい、やっぱりふわっちは一番厳しいサイトだから、うん、ふわっちはリスナーさん一番集まりづらいサイトだから、ちょ、やっぱ、はい、ロハコさん紹介するわ。うん、やっぱ、ロハコさんとパコらないと、やっぱ、うん、何年目 ?5 年目です！みんな、あ、5年目かってなったよ、今。はい、うん、そうですね、さっきの。うん、見る目変わったでしょ、まあ、確かに、ね。通行人とかみんな見るでしょ。見えますね。うん、その目の力っていうのがすごいなんか伝わってきて。そう。いや、やっぱ結構。そうそう、あ、5年目だってなってるから。はい、うん、今度、ロハコさんと3人で飯食おうか。飯だったら俺全然。いや、もうロハコさんちで一泊しながら、ちょっと、はい、やっぱロハコさんのパワーもやっぱ必要だと思う、はい、ロハコさんのパワーも必要だと思う、はい、お前の中のモンスターを引き出すには俺じゃちょっと役不足かもしんねえわ。じゃあ今日は解散にすっか。そうですね、うん、はい、今日は、はい、今日はお前の5年目間出ているから、はい、うん、じゃあお疲れ、ここで懲役。そうですよ、うん、じゃあお疲れ、うん、じゃあまた頑張ろうな、頑張ろうな。ちょっと岸田さん、今日はあんまり面白くなかったと思うんですけど、次は、まあ、次また和藤さんとコラボするんで、うん、その時にはもう全然、うん、今の5倍以上の5倍、まあ、その実力っていう、もう閲覧も稼ごうと思うんで、うん、お願いします。うん、分かった、はい。じゃあまたコラボしよう。はい。お疲れ。あ、お疲れ様です。うん、ありがとう。それでは今日は本当すいません。うん、ありがとう。お疲れ。はい、頑張って。お疲れ様です。はい。うん。うん。ありがとう。はい。うん。お疲れ。はい。何年目だっけ？5年目です！やっぱ5年もやるとちげえな、5年もやるとちげえわあいつ。やっぱ生主5年目はちげえわ。あいつ今日のカラオケ本気で面白くなると思ったのかな。あいつ今日のカラオケ本気でウケると思ったのかな。収集つかないでしょあんの。あ、お疲れ様みんな、散歩しましょう。4年目です。
はず。はず。あいつの方が先輩だからね。あいつの方が先輩だからね。うん、ああ、面白いわ。俺4年目だから。うん、いや、違うんだよ。いつ返すのかなと思って。俺ずっと振り続けてるから、和藤さん何年目っすかの振りずっと待ってたのに、あいつ振らないんだよ。なんだろうね。マジで鈍ってるんだろうね、勘。こんだけ振ってるんだからわかるでしょ？ねえ。和藤さん何年目っすかの振りを待ってたのにさ。めっちゃ面白くなるのにな。いや、コッペもね、これでね、なんか、勢い出てきたら面白いんだけどね、勢いついてきたらね。風船プレゼントありがとうございます、ブルさん。あ、ブルさんありがとう。サンキューでーす。いやー、まあ、リスナーさんはカラオケは見たくねえわな。自信満々に企画持ってきたかんな、あいつ。すげえよな、これがウケると思ったんだろうね。謎だわ。このリスナーに先にリスナーの方が分かってたっていう。リスナーの方が振りを分かってたっていう。いや、面白かったわ。だってキモいもん。いや、あいつ面白いんだよ。コッペ普通に面白いよ。ただね、ちょっとね、調子悪いね。ちょっと調子悪いから、なんかスランプ抜けるきっかけをね、作ってあげたかったんだよ。俺もスランプの時期誰も絡んでくれなくてすげえ辛かったから。だからなんかコッペはさ、ほら、昔から知り合いだしさ、なんかいいきっかけになればいいなと思ってコラボしようと俺から声かけたの。だけど、なんか知んないけどずっと緊張してて、今日。そう。いや、まだ、あれだろうね。生ぬスイッチが入ってないんだろうね。生ぬスイッチが入ってない。そうそう、ブランクが空いてるからね。多分ね、リスナーさんが求めてることを分かんなくなっちゃったんだよ。こう、自分が面白いことと、リスナーさんが面白いことって別じゃん。コッペ枠開けばいいのにね。多分クソぶったたかれんだろうな、多分。どうしようかな、外配信行こうかな、今日。バーガープレゼントありがとう。ありがとうございます。最初に落ちた時向こう見に行ったけど5人もいなかった。あ、そうだったんだ。いや、俺夜中とか最近ここ2週間ぐらいチェックしてるけど、アクティブ1、コメント0とか、アクティブ0とか、そういう状態だね。うん。いや、コッペには頑張ってほしいね。また一緒にバリバリやりたいね。個人的には外配信やる？いいよ。どの辺見たい？バッテリー持ってきてるから大丈夫だよ。だったらコッペと渋谷行った方が良かったかね、うん、だったらコッペと渋谷に行くのが正解だったような気がするんだけど、うん、ツイキャスナポンスケ逮捕。なんで逮捕になっちゃったの？なんで逮捕？どうしたの？なんで逮捕になっちゃった？ねえ、渋谷とかあんまり行かないからね。渋谷いいね。本助逮捕。なんだろう。渋谷行くんだったらね、全然あいつと一緒に行けばよかったね、うん、
渋谷って結構面白いの、外配信。渋谷は。イルミネーション綺麗なんだ。表参道とか。行く？タバコ吸いてえな。おすすめデートスポットとか心霊系とか。のんたんがね、心霊嫌いだからね。のんたん家にいんの今。あ、バッテリーが切れるか。バッテリー変えないと。バッテリーがもうないって。バッテリーチェンジします。のんたん家にいんの？そう、バッテリー変えるね。じゃあ一回枠閉じます。バッテリー変えたらまた戻ってきます。お疲れ様です。お疲れ。あ、実家にいるんだ今。オッケー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。